たただだいいままから、輝け徳島ワク,ワクトークの意見交換会を開催させていただきます。このワクワクトークは各地域で先進的な活動をされている皆様のところへ飯泉知事が出向きまして活動現場も拝見させていただきさまざまな課題につきまして県民の皆様と対話をし地域から湧き出る知恵をお聞きをして県の施策にさせていただくものでございます。 本日は徳島県域カーボンオフセット推進ネットワーク愛称森マモクラブのメンバーの皆様にお集まりをいただきカーボンオフセットから始める未来の徳島づくりをテーマに意見交換をしていただくことになっております森マモクラブはカーボンオフセットを活用した地球温暖化対策に取り組む県内唯一の産学・認・官の連携組織でございまして温室効果ガスの削減はもとより 県内の自然環境保全や地域活活性化も合わせてて実現すすることをを目的に活動をされておりますカーボンオフセット制度の普及に向けてのこれまでの取り組み状況や日頃感じている課題また今後の目標や将来展望などにつきましてご意見ご提言をいただければと思いますここで本日の出席者の皆様をご紹介させていただきます まず森マモクラブ会長石田和幸様でございますよろしくお願いします続きまして森マモクラブ事務局森さやか様でございますよろしくお願いします,しします森マモクラブ副会長泊ま健一様でございます株式会社フォレストバンク取締役経営企画室の鈴木千恵子様でございますよろしくお願いします 森マモクラブ副会長太田浩二様でございますよろしく森マモクラブ理事牛尾健太様でございますよろしくバン株式会社代表取締役,役社長大西和夫様でございますよろしくピーチガーデン責任者の西森ひとみ様でございますよろしくそれでは まず知事からご挨拶をいただきたいと思います飯住知事どうぞよろしくお願いいたしますはい。本日は輝け徳島ワクワクトーク開催をいたしましたところ皆様方には大変お忙しい中ご出席を賜りまして誠にありがとうございますまたピーチガーデンの西森さんにはただいま桃のその収穫に向けての大変貴重な作業体感をさせていただくとと,ともに 収穫後の桃モジャムのね作り方こうした点も様々アドバイスを頂い,いたところでありまして本当にどうもありがとうございました大変いい経験とそして知識を得ることができましたのでありがたいと思っておりますさて今地球全体で地球温暖化へ向けて地球温暖化対策に向けての動きが急速に高まっております。と言いますのもここ3年年平均 地球の気温ですが連続で対前年を更新をするまさに地球温暖化対策まったなしとなっているところでありますこれを表す象徴的な出来事が一昨年12月パリ協定本来は先進国と発展途上国との間でなかなかその方向性が一致をしなかった地球温暖化対策これが画期的な一致を見ることとなりました そして今世紀半ば頃には温室効果ガス排出実質ゼロこれを目指そうということで昨年の11月つまり1年足らずの間でこれが定約をされ第1回の定約国会 COP22 スタートとなったところであり今地球全体がまさに地球温暖化対策といいますか脱炭素社会こちらに向けて 邁進をすることとなったところでありますとなってまいりますと環境首都こちらを標榜する徳島としてはまさにこの流れの最先端を行くということで3本の矢をスピード感を持ってすでに放ったところでありますまず1本目の矢はこの脱炭素この名前を冠した条例これをまず全国に先駆ける形で制定をさせていただいたところであります またもう1つは温室効果ガスその排出の削減といった点についても2013年と2030年対比で今日本行っているところでありますが政府の掲げたその量が26%削減しかしこれは少し低いんじゃないだろうかやっぱりこの脱炭素社会これをさまざまな技術開発などこうした点で 日本ががその先陣を切るる必要があるもっともっと意欲的な数値を掲げるべきではないかでも国に言う前にまず徳島がということで徳島では40%しかもこのうちの13.6についてはこれを吸収源対策森林の育成に求めていこうと、まあ、こうした形でこの数字というのは決して不可能な数字ではない我々は考えているところであります。 またもう一つは気候変動対策といったところでのやはり適応対策適応戦略といったものこれをしっかりと取り組んでいく必要があるであろうということでこの3つこの矢をすでに放ったところであります。また今回のこの脱炭素社会の実現に向けた気候変動対策推進条例少し長い名前になるんですがねこののの条例の理念一つ これによってこの脱炭素社会を作っていこうということでその具現化これをしっかりと図る必要があるということで本日はこの地球温暖化対策特にカーボンオフセットという切り口で先進的な活動をされております森マモクラブの皆様方との意見交換。 させていいただければと思いますのでぜひ皆様方の先進的な取り組みについての生の声をお寄せをいただき我々としては県の施策に反映をすることはもとより国への政策提言こうしたところにも生かすことができればと考えておりますのでぜひ意欲的なお声を寄せていただきますようにどうぞよろしくお願いを申し上げましてまずは開会にあたりましてのご挨拶とさせていただきます本日はどうぞよろししくお願いをいをたします。 ありがとうございました。皆様あのまあお先に今お皿をお配りしております。これは先ほど知事に仕上げをしていただきましたモモジャムでございます。せっかくですのであの皆様お召し上がりをどうぞ。できたてなので。<laughs> ああやっぱり違う。やっぱり身が大きいんで桃を食べているという感じがしますよね。ジャムってあの言って販売していると、ええ、お客様からはコンポートみたいな。ああ<ー>確かに、ね、コンポート。最近はいちごのジャムなんかでも昔はもういちごの形っていうのはほとんどなかったですけどいちごまる入ってるの多いですよね。 生化物を使っているので固まるにも果肉で固めるという感じです生の完熟のものだと本当に二三日で食べないとどうにもならないですけどこれだったらずっと楽しめますよね <laughs> これはいいアイディアだ <laughs> このも美味しい <laughs> 手作り手作や <laughs> またミントが効いてます、ね ごさまでした、はい、手作りのシフォンもお召し上がりをいただいたところでこれから意見交換に入らせていただきたいと思いますまずはじめに徳島県域カーボンオフセット推進ネットワーク愛称森マモクラブを立ち上げるに至りました目的や経緯活動内容等につきまして自己紹介も兼ねましてお話をいただけたらと思いますまずはじめに森マモクラブの会長である石田様どうぞよろしくお願いいたします、はい えー、森間モクラブで会長という立場でやっております石田と申しししまますすどうぞよろしくお願いいたします、ね、あのこのまあ会を立ち上げた経緯ということなんですけれども、えー、もうれかれこれ45年前くらいになりましょうかユニークな県職員がおりましてこう何と言いますかあの通常、まあ、県の職員というとこう石橋を叩いて渡るであったり道のあるところを後からついていくという イメージがあるんですけども全くそうではなく道のないところをブルドーザーのようにぐいぐい進んでいってそしていろんな人を巻き込んでいくとそういうパワーのある職員がいましてで彼がこれから低炭素だカーボンフセットだとみんなでやるんだとこう、まあ、ワイワイといいますかいろいろいろんなところでこう大声で叫んでいた。 ところに人が集まり始めたというのが多分我々このグループのきっかけだろうと思いますでそんな中で融資という形で続けていたんですけれどもここで少し宣伝させていただきますとこのたびこの5月から NPO というふうになりましてまたこれからもみんなでやっていけたらというふうに思っておりますでそのまあ気持ちというところなんですけれどもあの、えー 地球温暖化防止が大切だよねで徳島の森も大切ですね守りましょうとみんな思ってるわけですけれども、えー、そのそのために生活のすべてを捧げるっていうのはなかなか難しいのは現実だろうと思いますでも少しずつそのいろんな方とお話をしてるとそういう気持ちを持っているとじゃあ我々こういうせっかくこういう集まった団体が中心になって。 みんなのそういう少しずつの気持ちをこうつなげていったり束ねていったりまた集めていったりでそしてまあ先ほどあの知事さんからもそのまあ県民総活躍とありましたけどもそのみんなで少しずつのこのまあ気持ちを寄せ集めてでみんなに広げていけたらというふうなそんなふうな思いでこの活動を続けているというふうなことでございます。その一環としていろいろろ あの森マモ商品ということで例えばその特、えー、この商品を買うと徳島の森に貢献しますよいいことがありますよというものを少しずつ広げていってでまた私自身もですねそういう商品を買うとですねもちろん美味しい先ほど美味しく頂い,いたのも、えー、森マ商品の一つなんですけどもそれだけでなくなんとなく 今日いいことしたなと一日少し気分よく過ごせたりすると多分これ私だけじゃなくて多くの人がもし同じように思っていただけるんなら何かこうささやかなでも小さなでも多くの人にその徳島の森に関わっていただいてで考えていただいてでそういうみんなの多くの人の善意をこう ここで集めてで、えー、束ねていけたらそんな風な気持ちでやっておるという風なところでございます。でまたあの具体的な、えー、活動内容等は次あのうちの事務局やってくれてる森の方から説明させていただくと思いますので私からはこの設立の経緯とまあ、思いといいますか趣旨を説明させていただきました。以上でございます。伊沢様ありがとうございました。 それでは続きまして、森マモクラブで事務局を担当されております。あの森様お願いいたします。はい、えー、森マモクラブで事務局を担当させていただいております。森と申します。はい、森マモクラブの森とあの自己紹介をすると、まず皆さんえと言われます。<laughs> まあ、ぴったりな名前で、こういうあの事務局を担当させていただけるということは、本当ご縁があったなと思います。はい、で、えっ、ー、と私が事務局を担当させていただいて。 ももうすすぐ2年になるんですけれども、まあ、ずっと環境のことっていうのを、まあ、大学の時からしてまして森のこういう活動をするにあたっていろんな方に「森行ったことありますか?」とか「森今こんなことになってるんですよ」っていう話をしても「いや森は行ったことないしそもそも緑がいっぱいあるから森は元気でしょ?」って言われることがすごくあって。 やはり皆さん今森がどういうふうになっているかっていうのをご存じないっていうのを知った時にあそうなんだと、まあ、私自身もちょっと気づかされるところがありましたでこの「まあ、森もクラブ」では、まあ、カーボンオフセットっていうのを始め話をしてたんですがやはり皆さんちょっとなんか難しいなっていうふうに捉えられてしまうので、まあ、やっていることは徳島の森を守ることじゃあそれを簡単に「森もと言いましょうっていうので愛称が「森もクラブ」になっています。 でやはり皆さんそのカーボンオフセット難しいのでもっと簡単に徳島を守る活動を皆さん一緒にしませんかというふうな PR っていうのをできるだけ分かりやすいようにしています。で徳島も、えーとまあ、最近豪雨があって土砂崩れがあったりとかそういう災害が起きるっていうのを皆さん新聞で見たりとかよくご存知ですし大体皆さん徳島大好きなのでそういうお話をするとあそれはいいことですねと言っていただきます。 でそういう思いに賛同してくださった方があの森マモ商品として商品を登録してくださってその売り上げの一部を森の保全団体さんに寄付をさせていただいていますで森マモ商品いろんな商品が今あの登録してくださっていてでその森マモ商品を PR する場として「森マモの期間限定ショップ」っていうのを、えー、と年に数回開催させていただいています。例えばあのアルデオ徳島さん でしたり徳島阿波おどり空港さんに期間限定にはなるんですけれども場所をお借りして森まも商品を一堂に集めて PR をさせていただいていますでその森まも商品今皆さんお召し上がりになったピーチガーデンさんのこのジャムっていうのもすごくこだわりを持って作られている商品でその他の商品もそれぞれ皆さんすごく重いお米で作られた商品がたくさんあるのでただそのこの 商品を買うと森が守れますよっていうだけじゃなくて本当においしいもの、なんか使いやすい気持ちのいいものっていうものがそういうラインナップに入ってきてますのでそういうところももっと PR していきながらこの徳島を守る取り組みっていうのをどんどん広げていきたいなとと思っていいまますすありがとうございます森様どうもありがとうございました。 続きましては森マモクラブの副会長でご自身が代表を務めます徳島合同証券におきましてカーボンオフセットを活用したクラウドファンディングで環境活動を積極的に行っている企業を支援している泊様からカーボンオフセット制度の認知度向上に向けての課題や今後の展望などについて お話をいただけたらと思います。はい、ありがとうございます。あの苫守でございます。えっ、ー、とクラウドファンディングに対してあのー、言っていただきましたのでちょっとお伝えさせていただきたいと思います。えー、去年よりスタートいたしました徳島創生アワードの案件をはじめ117あのあ徳島創生アワード、えー、案件ありました。でその中でやっぱり徳島を元気にしたいというプロジェクトが大変多かったもんですからその中であのー、支援をお手伝いさせていただいております。特に今年から徳島大学さんが え大学支援機構さんで「おつくる」というあのサイトを運営されましたんでそこの中に従来の空海というサイトを我々持ってたんですけど空海プラスというサイトをあの中作らせていただいて参加させていただきましたえと現在プロジェクトがあのえと松浦酒造さんはじめあの4件成立しておりましてえ当社でのプロジェクトを クラウドファンディングの案件プロジェクト1件につきカーボンオフセットを2トンすることにしています現在4件だけでありますけど今年は50件を目標にしてますので100トンのカーボンオフセットを目標にしております あの先ほど知事が言われましたあの今年度からスタートされてしたすだちくん未来の地球条例では特にあの九州型が13.6%と国の2 5倍以上の目標値を設定されていますで光栄なことに徳島エコパートナー協定を結ばせていただきましたので我々のできることとしましてはさらなる企業への浸透だと考えておりますあの第1弾といたしましてあの合わせ資産が取り組みいただきまして500トンのカーボンオフセットをあの 取り組んでいたただきました、えー、とこれは広さんにいたしましたらユニバーサル・スタジオ・ジャパンの分の徳島の森林の保全につながっております、えーと。できることからやっていこうと思うんですけれどもあのさらなるいろんな企業ということであの参加させていただいている団体で徳島ロータリークラブであったり あの共同の森事業にあのもう過去5年ぐらい参加していると思うんですけれども徳島経済同友会であったりいろんな経済団体にこの取り組みをあの広げることによって、えー、何かあの役に立てれたらと思ってます最後にあの本業だけちょのちょっと話ちょっとだけすいません <laughs> あのえっ、ー、と選ばれる企業っていうのはやっぱりこうあの ESG 投資っていうのがあるんですけど。 環境に対してこう考えてる会社っていうのは絶対大事だと思うんです。あの企業は当然あのいろんな活動をするにあたって環境に対して配慮せない,いかんしこういう商品を作らない,いかでお客さんもそういうような商品を買うてくれるような循環を作らないといかんと思うんです。でそれであの我々はあの暴落した時に安い時買わんといかんのでそういった ESG の理念がしっかりしているような企業を応援させていただいてその結果もし儲かったらカーボンオフセットクラウドファンディングに使って、えー、さらにあの資金も循環させていきたいというようなことを考えておりますどうぞよろしくお願いいたします友梨様ありがとうございましたそれでは伊豆知事今までのお話をお聞きになりまして、えー、いかがでございましょうかコメントお願いいたしますはい、まあこの森マモクラブ創生の経緯 ここうしししたたたたたた点ももおお話話がいいいだだきましたしまたそのの具体的な活動の一端をとろです、まあ、やはり多くの皆様方にご協力をいただく、まあ、条例の趣旨でもあるわけなんですけどねやはりこれ県が掛け声だけかけていてもなかなか進むものではなくてやはりそれぞれの団体を束ねていただくあるいはそうした活動具体的にはこういう活動がまさに 地球温暖化に対してあるいは脱炭素社会に向けて大きな行動活動となるんですよというのをね、まあ、お墨付きっていうかねこうしたものをこうリードしていただけるとあそうなんだという多くの皆さん方はそらく気づきがない部分が多いと思うんですよね例えばこだわりの商品を作っていくこうしたものの中にも実は脱炭素社会こうしたものをけん引をしていただくつまり真面目にそして一生懸命やっていくこと これが実は地球温暖化対策に脱炭素社会をリードすることにつながっていくんだっていうね具体的な事例を皆さん方に広めていただきそして脱炭素の輪を広めてていいいただいているまた何か行動を行うには当然資金がいるわけですんでね昨今ではインターネット全盛期でもありますので クラウドファンディング方式ということで多くの皆さん方がネットを通じてあこんないいことやってるんだったら応援をしようしかも大きな資金でなくていいんですよね割と小口でもってでもその輪が広がることによって大きな力になる、まあ、こうした点も今進めていただいているところでありますので、まあ、ぜひそれぞれの皆さん方が日頃の活動を行っているその延長線上に脱炭素社会に向けての取り組みがあるんだ。 こうした輪を森守モクラブの皆様方を中心としてね、さらに広げていただくことをまずはご期待を申し上げたいと思いますこれまでの活動に対してはまず心から敬意を表したいと思いますありがとうございました今の飯泉知事のコメントの中にございましたあまあ、日頃の活動の延長線上というようなあお言葉も頂戴いたしましたけれども、えー、続きましてはこの森守クラブの会員であり、えー、森を守る活動を展開されている方々から 団体の活動、あるいは現在の取り組み状況、今後の目標などにつきまして、自己紹介を兼ねてお話をいただけたらと思います。はじめに、鈴木様、お願いできますでしょうか。 株式会社フォレストバンクの鈴木と申します。またあの徳島県の方であの地球温暖化防止推進員の方もあのやらせていただいております。いつもあのありがとうございます。まずあのえっと林業の会社であるフォレストバンクなんですけれども、フォレストバンクの主な事業は林業と森林管理となっております。で山に木を植えて育てて切るというのが林業なんですけれども、あの山奥で 木を植えて育てててて育切っっいいいいるるだけけででははもううやっていける時代ではないとのいのが林業の実情ですあの先ほど森さんからもあのお話があったんですけれどもあの徳島県はあの非常にあの広い山がありましてでたくさんの木が生えて緑がいっぱいあるということであの一般の方々にとっては山があるから自然が多いからいいですよねっていうようなあの理解だと思うんですけれどもあの実際私ども林業の方やっておりますと。 ここにいらっしゃる皆様もご存知だと思うんですが山で切った丸太の価値という値段というものが非常にどんどん下がってきた時代でありましてただ山奥で木を切っているというだけではなかなかやっていけないという状況の中で私たちがその山で木を切る、まあ、植えて育てて木を切るだけではなくて努力している取り組みについて少しご説明させていただきます。まず fsc と呼ばれる森林認証を あの取得しております FSC という言葉はまだ聞き慣れない言葉だと思うんですけれどもあの皆さんよく利用されるスターバックス であったりとかあとあのキリンビールさんの箱であったりとかあとネピアのティッシュ箱なんかには fsc というマークが入っておりますのでまたあのちょっと気が付いたときにあのご覧になってみてくださいであの fsc という認証を取得するためには非常にこう厳しい基準をクリアしなければならないということなんですけれども、えー、その経営計画というものをしっかりと立てて、えー、持続可能な森林の経営を行っていくために、えー、しっかりとあの やっていかなければいけないということで取得を行いましたあのこちらの方はの県の方々にもいろいろとあのご指導いただきながら進めているところであります、えー、また、えー、と私たちあの森のことを知っていただく森に触れていただくとか森っていうのがあったよねっていう本当にそういう入り口を感じていただく必要がありまして、えー、町の方で木育活動という活動を行っておりますで木育活動というのは、えー、ただその 木に触れてとか木をの香りを楽しんでとかいうようなそういうその五感を感じて切っていいよねとか切って。 で遊んだら楽しいよねっていうふうなあの取り組みでもあるんですけれどもあのそういう,こうあの楽しいとかあの気持ちがいいとかっていうものと同時に、えー、徳島はもともと徳島市というのは、えー、木工技術の町でしてであの徳島には今でもで伝統の木工職人さんであったりとかあと宮大工さんという素晴らしい木工の技術を持っていらっしゃる方がいらっしゃいましてでそういった中でもまだ若くて ここれかららどどんんん技術を学んでいいいううと方々がいらっしゃいますでそういった方々とあと山の方で木を育てて切ってくるという人形従事者が活動を共にしてで一緒にその子どもたちであったり保護者であったり教育機関の方々に対して徳島ではこんなあの木工の技術があるんですよということであったりとかこんな素晴らしい商品ができる木が山で育っているんですよというようなことを実際に感じていただいてああこういう仕事があるんだなとかあの木でこんなこう お仕事があるななっていうようよことを実際にその職業体験として感じていただいて、えー、次世代将来の担い手をぜひこうあのつなげていきたいというところでもあの木育活動を行っておりますで徳島県の木育活動の状況が非常にあの東京の方からも評価されておりましてあの今年度私は日本の,あの東京おもちゃ美術館の方からも木育の推進員としてあの依頼を受けましてあの東京の中心の方での,あの推進員の方にもあの会議の方にも参加をすることになっております。 でそれから弊社の行っている事業として今度あの再生可能エネルギーである木質バイオマス発電事業があります。例えばその家具作りであったりとか家を建てる。 というのには適さないようなあのちょっと等級の低い木であったりとかあと丸太を切ってきてもその丸太の周り幹の部分皮の,の,の部分であったりとか、えー、頭とかこう下の部分とかっていうのは根元の部分というのはあのなかなかその家の材にしたりとか家具にしたりするというような材料としては適さない部分となりますので、まあ、そういった部分を燃料として、えー、丸太1本の価値を上げるということを目標にしています。 そしてあの低炭素というところの観点から言うとあの同じようにやはり CO2 は出してしまうわけなんですけれども例えば石油であったりとか石炭といったま化石燃料というのは作られるまでにこう地球の奥底で数百万年から数億年という長い時間がかかるということなんですけれどもあの木というのは山で50年ほどで育ちますので、まあ、そういったその再生可能なエネルギーをしっかりと使っていこうということで木質バイオマス発電の事業に取り組んでおります。 それからあの山奥で木を切っているだけではやっていけないという話をさせていただいて、えー、あの私、また県の方からもあのご支援をいただきましてフォレスターンという事業をあの去年から始めております。フフォォレレススーンというのはフォレストで とターン森に回帰する森に帰るというような造語なんですけれどもその中でフォレストというものをいろんな組み合わせで楽しんでいこうというのがコンセプトになっておりましてで昨年度試験的に実施をしたのがフォレストランと森で森を感じながら森の恵みを味わうということで森のレストラン ですそれからフォ,レスタディフォレストとスタディということで森林環境,環境教育なんですけれどもあの難しいその森とはこうでとかそういう環境教育ではなくってあの例えばあの先ほど知事からもそのあの気づきという言葉があったんですがまず例えばこう皆さん木の,あの葉っぱを絵で描いてくださいって例えばお願いをしたとするとおそらくこう木の葉っぱはこうだという固定概念があってもうあの 同じような木の葉っぱを描かれると思うんですが実際こう山とか森に入っていって葉っぱというものでこう意識を持ってこうアンテナを立てて入っていくと小さな葉っぱから大きな葉っぱもありますし細長い葉っぱもあったりとかあのいろんなこうあの木の樹種木の種類があってでそういったあのちょっととしたたアンテナを立てるだけでも本当に気づくことがたくこがさんありますでそういったことをその気づきのアンテナを立てていただくということを目標にあの去年から森林環境教育というものを行っています。 またそのフォ,レスタジオフォレストとスタジオということで木工場なんかあ,のあと木工の工具を使って木で楽しむ木で何かを作るというような取り組みもあのあと薪割り体験のですねそういったもので木の 楽しさであったりとか森の仕事というものに触れていただくというようなことを展開しておりましたりあのいろいろな形でそのフォレストという森というものを楽しむ可能性いろいろな可能性価値があるということを私たちなりにも考えたり皆様にもご提案いただいたりしていろんな形で導入していっているというような状況です。森 の資源あまあ価値ということなんですけれども、その杉とか檜といった木材としての価値であったりとか、クレジットの販売といった価値だけではなくて、山とか森といったところにはこういろいろな使い方であったりとか楽しみ方可能性があるというふうに感じております。で例えばそのカーボンオフセットこのカーボンオフセットなんですけれども、まあこういったそのご縁を通じあのこちらにいらっしゃる山善さんがあの弊社が昨年度から指定管理を受けてあの運営を行っております I O E 森林文化公園があるんですけれどもそちらの方の園内整備のボランティアの方もご協力をいただくといったそのただそのクレジットとしてこう販売しました買ってくれましたとかではなくてあのそういったそのご縁を通じていろいろなこうあの取り組みの協力であったりとか、まあ、そういったことがこのカーボンオフセットという取り組みから生まれているということがありまして、まあ、そういったことも改めて感謝の気持ちを伝えたいとあの思います。であの カーボンオフセットという言葉なんですけれどもやはりちょっと仕組みが複雑というかあの一,般の方にあの一般の方にとっては少し難しくてその、えー、その仕組みを理解していただいて取り組んでいただくというのがなかなかハードルが高いのかなというのがあの弊社として感じているあの課題なんですけれどもあのそこでまあ弊社としてはその企業理念でもある森に学び 森を生かし森を楽しむというその私たち自身が森を楽しんで学びながら森を楽しむ仲間たちであったりとかまたその森っていいよねって感じてくださる方が増えることによってじゃあそこにはその例えばカーボンオフセットという取り組みがあるとかどういうふうにしたら森にこうお手伝いできるのとか森のために何かできるのっていうふうに思ってくれる方ができた時に初めてそのカーボンオフセットというところにそのご協力をいただいたりとかあ,のあんまりその最初からカーボンオフセットということを強く押し出すのではなくて まずはその森のことを知っていただいて大事だねと思っていただくと、えー、そういったことをあの分かっていただけるようにいろいろと努力を続けているところです。えー、そこであのちょっと本日、飯泉知事であったりとか、えー、合同証券の泊さんがいらっしゃるというこの場で一つお願いをしたいことがありまして、えー、とそれはです、ね、あの今あのお伝えしたようなそのネットワークというものがこのカーボンオフセットを通じていろんな可能性があると思いまして。 ただそのお客様がいて例えば弊社にとってのクレジットを買ってくださるお客様がいるというところで終わってしまうのではなくて例えば、お客様とつないでいただいて例えば一緒に森にこう楽しむ機会を作っていただくといったあのそういったそのネットワーク作りをしていただくことによってじゃあ森でこういうことができますよねとかいろんなその可能性をあの考えていけるきっかけになると思いますのであのぜひまたそういったあのネットワーク作りの,あの機会をいただけましたらと思いましてどうかよろしくお願いいたします。 長くなりましたありがとうございました鈴木様興味深いお話を頂戴いたしましてありがとうございましたそれでは続きまして太田様お願いいたしますはい、えー。徳島森づくり推進機構の太田でございます、えー、私からはですね ちょっとあのまあカーボンセットの具体的なまあ事例としてご紹介したいいと思います、まあ、僕もですね石田会長と一緒にその県の担当にえ引き込まれてえ当初よりえこのメンバーとして <laughs> あの一緒にいるわけなんですけれども当機構の取り組みとしてはですね実は1つはあの共同の森という。 取り組みがございますこれカーボンセットの一つの大きな取り組みでございまして、えーまあ、徳島共同の森はですねカーボンセットでいうといわゆる特定社間取引といわれるものでございます、まあ、直接その企業の寄付金が、えー、緑の募金を通じてですね心理整備に当たるという、まあ、直接取引の一つは部類に入るわけですで現在まではですね 社、まあ、これ全国一を誇るわけでございまして県内企業の非常にまあそれともう一つ機構としてはどうしても徳島共同の森っていうのがあのクローズアップされているわけですけれども平成23年にですね実はあの環境省と林野庁が制度化しました、えー、J バー制度。 これに乗っておりましてです、ね、J クレジットを徳島絆の森の社油林で71ヘクタールの干ばつを実施したところで1647トン CO2 これのクレジットを取得しましてです、ね、現在まで630トン余りこれを販売しております。 でこの販売した収益についてはですね、まあ、あのこうした森マモクラブの活動だとかそれから、えー、こういう林化気候が取得する森林のこういう林家の取得資金の一部、えー、それからあ森林ボランティア活動あこういったものに充当しております。まあ、あの森ククラブではです、ね、この、まあ、いわゆる J クレジットを活用して えーまあ、温暖化対策に取り組んでいるんですけれども、えーまあ、ちょっとこれあの当時の状況をご報告しますとですね J クレジット J バーといわれるものは実はあの企業その削減排出削減義務がある企業,家企業がまあ取引をするということで2011年に気候がまあ取得した1600トン これは実はまあ2月に取得して2月にもうすでに全国からオファーがあってですねちょっと思い出していただきますと2011年というのは東北大震災があった年でそれまでは非常にもう関心が高い。 制度だったわけなんですけれども3月以降この企業間取引っていうのが非常にまあ少なくなりましてばったりと止まっておりますえまあその後そのこの取得したクレジットをどう販売していくかとでそれから温暖化対策にもう一度こうえ県民やえ企業の方々の意識を引き止めるというかまあ意識を向上させてもらう ための取り組みとしてです、ね、まあ,あの今回、えー、ピーチガーデンさんのように商品にこうクレジットをとあの付加してですね販売していくという,いあのいうことで、えー、こういった活動を続けておるわけなんですけれども、えー、それからあの24年からは合同証券さんと一緒に合同証券さんがまあ、えー、営業販売ということで。 一緒に、まあ、あのクレジットを販売していってるというような状況でございます。まああのこのクレジットっていうことについてはですね、まあ、クレジットそれからカーボンオフセット非常にこう、えー、と複雑で、えー、なんかクレジットを買って、えー、温暖化対策に貢献しているっていうのは非常にこう理解があされにくいものでございます。 であの共同の森なんかはですね、えー、自分がこう参加して、えー、森林整備に、えー、自分があの参加しているんだよという実感が非常に湧くようなあことでございましてですね、えー、まあその,その分、まあ、共同の森は非常に、えー、人気が高いんだろうと思うんですけれども今後こう広げていくためにはですね、えー、このクレジット制度っていうのを より普及していかなければですねまあいけないんじゃないかというふうに考えておりますでまあ機構としてっていうかまあこのクレジットまあカーボンセットの取り組みがですね森林にこうね変えていくっていうことは一つはあの森林整備ができるっていうことでだけでなくてですね機構が取り組んでおりますその 徳島林業アカデミーのような人材育成とか、それから高営連価の拡大とか、そういったもんにクレジットの販売した収益が回っていって、ですね、企業活動で得た収益が山村に返っていくといった形を作り上げていきたいなというふうに考えております。以上でごござざいいまます。太田様、どううもありがとうございました。 ただいま森を守る活動を展開されている鈴木様と太田様からお話をいただきました、これに対して、泉知事コメントをお願いいたします、はいまあ、今度は実際に森の中で、な、まあ、りわいを行う、あるいはさらにそこから、この森づくりの輪を広げていただく、実際の活動を行っていただいているお二人からお話があって、ただ、共通に言われたのは、カボン・オフセット。 これに関いろいろなその周辺制度もそうなんです分かりづらいということですよね。このプロの皆さん方が分かりづらいというわけですからやっぱり県民の皆さんからとってみるとより分かりづらいということですのでやはりこちらは日頃の活動の延長線上にあるんだとここのところが一つのキーワードになるいや別に難しいことじゃないんですよと。皆さん方が少しずつ 地球温暖化対策にあるいは脱炭素社会にということに意識を持っていただくそれによって例えば商売でそういう意識を持つ日頃の日常生活で意識を持つお友達とのいろいろな行動活動の中で意識を持つと、まあ、こうしたものの中に実はカーボンオフセットという行動がつながってくるんですということをまず申し上げてじゃあ具体的にはこんな例と。 まあ先ほど共同の森づくり事業の話があったんですけどね136社県との間でパートナーシップ協定これをまあ結んでいただいておりましてそしてこの皆さん方は何がしかしらのご寄付をいただくこれはお金ですよねそれによって増林を行ったり干ばつを行ったりあるいは植栽活動をしようとでもここについては当然手がいるんですよね。 じゃあそこの団体会社の社員の皆さん構成メンバーの皆さん方が徳島県森づくり推進機構が定めたじゃあ今回は貞子内村ですとか今回は東三好市長ですとそこのここの森をやりましょうと言ったところへ一緒に集まっていただくあるいはその企業の皆さん方が自分たちで定めるこれは森づくり機構の方でも推進機構の方で定めさせていただくんですがそこで 社員の皆さん方あるいは地元の小学生の皆さん方の環境学習の一環として共に植栽活動をしていただくと、まあ、こうしたことが実は地球温暖化対策であったりあるいはカーボンオフセットどうしたものに実は大きく貢献をしていく、まあ、二酸化炭素の吸収源の具体的な量といったものをね毎回それぞれの団体会社の皆さん方に私の方からこれは 紙媒体でお渡しをしををてこれを活用いただくとまあいう形でやはり日頃のそれぞれの活動あるいは環境に貢献をしたいと、まあ、そうしたものの中から分かりやすくそして県民の皆さん方あるいは企業団体の皆さん方に行動をしていただくとここのところが一番のポイントになるんではないのかなと思っておりますので是非、まあ、決してカーボンオフセット難しい問題ではないんだとそして日頃のなりわいであったり行動の 中からこうしたものが出てくるんですよとただ意識は持っていただきたいあるいは気づきを持っていただきたいと、まあ、こうした点を付け加えて進めていくのがポイントになるのではないかここのよううに考えていいるととろですありがとうございました県民の皆様に分かりやすくお伝えする努力私ども肝に銘じて取り組んでまいりたいと思います。 え続きましては、森マモクラブの会員でカーボンオフセット商品を製造・販売している方々からカーボンオフセットの活動に参加されたきっかけでありますとか、現在の取り組み、それからまあ今後の展望などについて自己紹介を兼ねてお話をいただけたらと思います。まず最初に牛尾様、お願いいたします。 弊社はあの三好市池田町というところに本社がございまして土木工事とか建築工事また地滑り対策工事など幅広い工事をカバーしております総合建設会社でございます弊社の特徴といたしましては工事の施工から技術管理まで一貫して弊社のスタッフで行っていることや現場から出た創意工夫とかアイデアを製品化するという取り組みを 積極的に行っていいる会社でございます現在弊社の新技術特許関連商品といたしましては4つの製品を開発いたしましてこの徳島から全国に販売をしております自然環境とのバランスというコンセプトを掲げましてですね2008年に ISO14001 シリーズを取得いたしまして 環境配慮経営ということで、CO2 削減に重点を置いて、現場でのハイブリッド重機の導入とか、杉、間伐材を活用いたしました工事看板とか、現場ハウスの設置など、いろんな創意工夫を凝らしながら、CO2 削減に取り組んでまいりました。 そのような中で、確か2012年頃だったと思うんですけど、今の,あの森マモクラブの前身でございます、徳島カーボンオフセット推進協議会様の活動というのを知って、ですね弊社の事業でもカーボンオフセットを取り入れていこうということで、検討を行いまして、現場単位で取り組みを始めたというのが経緯でございます。 建設工事現場発のカーボンオフセットということで弊社は県西部からです、ね、県南部のです、ね、徳島全域で建設工事の施工をです、ね、させていただいておりましてそれぞれの現場で,です、ね、削減しきれなかった CO2 排出量をそれぞれの現場に近い地域の森林吸収系クレジット J バー通常あのカーボンオフセットっていうのはあの企業単位で行っているケースが多いと思うんですが弊社の場合は現場ごとにですねカーボンオフセットを実践することにこだわっておりますその理由といたしましては各現場で目標設定を行うということで社員一人一人が環境を意識する いいいいうこととが一番重要じゃないかなかか考えているからでございますさらに地元産のクレジットというのを活用することでその地域の自然環境の保全や地域林業活性化またあの先ほども紹介していただきましたのクレジット先の方々との連携によるボランティア活動を通じた地域貢献 など新しい建設工事モデルというのを目標に現場ごとのカーボンオフセットというのを継続し実践している状況でございます、えー、次にですねあのー、今日もあちらの方に模型の方を展示させていただいているんですが、えー、間伐材を使用いたしました環境配慮商品 ラクーダハウスについてなんですけれどもこのラクーダハウスは骨組みが鉄骨構造でできておりまして完成したハウスをそのまま移動させることが可能でございます耐震性能にも優れておりまして弊社の現場事務所として活用しているほか一般の方々にも販売を行っておりましてアンテナショップとかですね子どもさんの勉強部屋 趣味の部屋とかですね最近ではペットハウスとかですね様々な用途でご利用をいただいておりますこういったあの間伐材を活用いたしましたラクードハウスのような製品開発また先ほど説明させていただきました現場単位でのカーボンオフセットの取り組みなど建設業における環境保全活動のモデル的な取り組み というのを評価をしていただきまして平成27年度には地球温暖化防止活動環境大臣表彰という名誉な表彰をいただくことができました最近では弊社のこういった環境対策の取り組みを徳島県内とかですねあとまた県外でも 事例発表という形で発表させていただきまして、環境の大切さというのをですねたくさんの方々に知っていただくという取り組みも行っております。現在、ですね我々のような地方の建設業界にとりまして、人材不足とか、後継者問題とかいうのが非常に大きな課題となっております。 人材が集まらなければですねこの先会社経営もですねうまくいかなくなりますしその地域も衰退していくかもしれません地域を衰退させない地域を活性化させていくためにも弊社は積極的なですね環境貢献活動というのを今後もですね積極的に行っていき地域の この魅力というのを高めていきながらですね今ある自然を次世代へ繋いでいくエコロジカルな事業というのを展開していきたいと考えております以上でございますありがとうございましたそれでは続きまして大西様お願いいたしますバ万株式会社の大西です当社はアナンの 妄想だけを。工業用素,素材に利用できないかと。研究開発。している会社でございます。製品としては。妄想だけを。六ミリから。四十ミクロン。の。粉末にして。魚の餌なんか。魚の餌。プラスチックの。素材として。 販売しておりますもう一つは付加価値をつけた素材をということで竹を高温高圧の釜に入れて10気圧から15気圧ぐらいの蒸気を釜の中に入れその蒸気を本菓子の容量で一気に大気に放出することによって竹から

環境出資とかの指導によってリサイクル商品として認定されました1月の終わりごろに徳島県主催のすだち未来のフォーラムであのカーボンオフセェットの皆様にお会いして登録させていただきました それに並行してプレジットも購入させていただき森林の保全管理に貢献させていただいております簡単ですが説明してありがとうございましたそれでは最後になりましたけれども西森様あお願いいたしますはい はい、ピーーチガーデンの西森ひとみですすよろししくお願いします、えー、先ほどは桃畑での袋かけやジャム作りを体験していただきありがとうございました。えー、父に体験していただいたように桃の生産には大変な労力と時間がかかります。とても丁寧な作業が要求されます。例えばこの板野町のうち、まあのあたりは山,山間部の方になりますので今日行っていただいたような畑の場合は周りを鉄柵をしてあるのは あの桃が収穫後の時期になりますと1年かけて一生懸命あの育ててきた桃をあの夜になりますとイノシシがやってきますで昼間になりますとサルがやってきてはいあの簡単に取っていってしまうのでその対策としてで作とか周りの竹やぶを切ってあの竹からこう伝ってこないようになどの対策をしていますそれとあと桃はとてもデリケートな商品でしてちょうちょというかガーの一種なんですガーとかあの カメムシとかそういったものがあの針の先のような跡を残すことがありますそれで中のエキスを吸うんですけれどもそうすることによっても次の日のせっかくこう収穫した桃でもそれを見つけれないと次の日にはもう腐って真っ、まあ、黒になってしまいますのでそのぐらい目利きにもあの力を入れないといけない商品です。でそんんなな商品なんですけれども年々あの資材とかの高騰、はい、価格の高高騰騰価格 があるんですが、その割に売上の方はま下がっていくという形でなかなか収入になることがありません、ね。それであの後継者があのやっぱりどんどんいなくなっているのが現状です。私の父と母があの二人でま大まかにはあの桃の生産をしているんですけれども。 父も67になりますがそれでも若手と言われるほどで、はい、皆さんあの80代あの超えてしまい、はい、もうちょっとなかなかねあのるあの畑を続けることができない後継者もいないでも,でもそのまま畑を掘っておくことはできないということで、まあ、父にちょっとあの作ってくれないかというか形で今あの6ターンほどを、はい、あの手がけております。それもなかなかかちょっと えと2人ではできないということで私もまあ仕事の傍らですけれども現在はあのお手伝いをしておりますで,今までもう50年になります祖母の代からでその祖母がずっとしていた私がするまでの間にどうしてもあの桃を生の桃ですのですぐに腐ってしまうっていうやっぱり。 点がありましてそれを今まではあの全部廃棄するっていう形であの産業廃棄物っていう形になっておりましたがそれをどうにかま利益につなげる売り上げにまあそれをつなげることによってちょっとでもあの、まあ、利益を上げようという取り組みで6次産業としてあのモモジャム作りを始めました最初の頃はなかなかあのまあ売れなかったのですがだんだんあの今リピーターの方もついていただきてはい。 ちょっとずつあの浸透してきていますで徳島のその,あの販売の時に徳島の桃なんですって言うと徳島って桃やったっけってあのおっしゃられる方が多くて徳島で桃を作っているっていうことを知らない徳島の人も多いのが現状ではいそれも合わせてあのイベントなど出展する時にはあの紹介しています。で桃作り徳島県がもえ まあ板野町が桃作りを始めたのは岡山県の風土と気候があの雨量などもよく似ているということで始まったんですけれどもやはりこのまま50年せっかく続けてきた桃畑をあのまあ私も小さい頃からずっと桃畑で遊んだりまああの山や川で遊んだりしてきましたのでこの父の代であの終わってしまうっていうのはどうしてもあの辛いものがありまして。 であの桃の生産とか桃の販路開拓、えー、などジャム作りなど加工の販売に力を入れて板野町の桃を PR していっています、えー、と作っていただいた加工品のジャムなんですけれどもこちらの方も、えー、無添加無着色っていうことをモットーにしまして安心して食べていただけるっていう形であの手をつくばえて、はい、あの作っています。それで他ににも、まあ、あの桃畑には 梅の木があったり、杏の木があったり、ちょっと自然も、はい、イチもあったりしますので、そちらも使って、あの、ジャムを作るようになりました。そこでやっぱり徳島県内にはとても果物がたくさんやはりあるっていうことがありまして、まあ、県の木である、あの、巣立ちなんかも、あの、ジャムにしては美味しいので、はい、しようという形で徳島県内のイチゴであったり、えー、巣立ちであったりを使ってジャムの商品も増えてきています。 でやっぱりあのこうお客様と直接触れ合うことでその自分が作ったものがあのお客様に反応をいただいてあのすごく身近に感じておいしいって言っていただけることがすごく楽しみにあの今は製造をしております。でそんな中小さい頃から、まあ、先ほども言ったんですけれども桃畑や山や川で遊んで、まあ、おったんです 世代でですので自然の中で育った私にこの自然を守るにはどうしたらいいだろうやっぱりだんだんあの桃の木もそうなんですけれども災害であったり害虫だったりであのちょっと老獄化したり減っていったりすることもありますそういうことがまあ身近にあの感じる中でどのように私に自然を守ることをできるんだろうかって考えた時にこの森桃クラブに出会いました。 あの今までは加工品販売するだけだったんですけれどもその売上の一部をまあ寄付するという形で徳島県の森を守る活動に貢献できるそ,そんな素晴らしいことはないですねということであの森ママ活動にに参加することししました現在は先ほどもあの言ったようにイベントなどを出展する際に販売でお客様と直接あの対話して 森を守ろう活動森をり守っていう活動をしていますっていうことをお伝えしていますでもお客様の反応からはやはり「え何ん?」っていう感じなのでまあ私もそうだったので最初ははいなのでやっぱりまあわかりやすくこういう活動なんですよっていうのを直接あの消費者の方にお伝えすることが今はできています、はい、でこれからもま,あますます徳島の自然を守ることをまあちょっと えっと貢献しながら今まだ県北部にはまだこの活動が広まっていないのであのこのまま,ま板野町を含めた県北部も森マモ活動が広められればなと思っていますで今後はもっと板野町の桃と森マモ活動を普及させるためにあの今日食べていただいたようにあの桃ジャムを使ったあのお店をちょっと展開したいなと考えておりましてそこでまああのシフォンケーキであったりとかいろんな販売 もあの飲食店っていう形でそこを拠点にさらに森まもの活動に積極的に取り組んでいけたらなと考えております。はい本日はありがとうございました。どうもありがとうございました。えー、今のお話をお聞きになられてのコメントそれと引き続きましてまあ、あの最後に父から一言。 言葉を賜りたいいと思います、はいまあ、今実際にそれぞれの企業活動であったりさまざまな製品を作るまた六次産業化とそれぞれのお立場その業をやってる中からやはり環境にこの意識をされるそこで何か特色のあることはできないだろうかそれぞれのお立場でご提案がありました。まあ、例えば企企業業とというう形になるとどうしても企業全体でじゃあ ジェバーにしてみてもあるいはクレジットにしてみても共同の森もそうなんですが企業として取り組めばいいだいたいこれは普通なんですよねでもそうではなくてやはり企業を構成しているのは人ということでありますのでそれぞれ社員のお一人お一人が自分が企業の中で取り組んでいるそうした企業活動の中から環境認識を持っていただく、まあ、こうした工夫というのがおそらくこれからはどんどん。 求められてくるんではないだろうかと、まあ、そうすることによってもういちいち社長さんがどうだとかいうことではなくてそれぞれの社員の皆さん方がそれぞれにいろんなアイディアを出して結果としてそれが企業を大きくしていくあるいは企業のイメージを良くする。あのの企業っていうのは 環境にものすごく社員の皆さん方も配慮してるんだああいう企業に勤めたいねっていうことで今徳島をはじめ全国で有効求人倍率がものすごく高くてそれぞれの企業の皆さん方が欲しい人材が雇えないあるいは一生懸命うちを PR してなんていうことなんですがねそうじゃなくて逆にああいう環境に意識のあるところに勤めたい。どどんどんこう優秀な人材が 勤めに来てくれる門を叩いてくれるというね結果としていい循環を生むという活動の事例ではないかと思うんですねまた一般的にはなかなか今竹って厄介なものですよねいろんなところでどん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 森を侵食していってしまうとしかしこの竹も使い道によってはさまざまな効果があるただここには一ひ,ひねりいろいろな技術を加える必要があるわけですしそこにまた気づきが 必要になってくるとということで、まあ、そうしたものについてやはり一番は環境に配慮ということもこれ大きな要素となってきますので、まあ、こうした活動といったものこれも大きなモデルになるんではないかと思います。また今一般に農業をやられる皆さん方がこの地球温暖化こちらに大変敏感になられてるんですね。一つは当然のこととなががらら害虫がやたら発生すると 昔ありえなかったようなそうした病気が出てくるこれもひとえに地球温暖化これがなせる技ということがありましてまあそうした点をどうクリアをしていくのかまあそうした中でいろいろな六次産業化であったり 場合にによよっては環境に配慮をしよう例えば農業桃を作っていて森林に思いをはせる普通はしないんですよね。しかしいい循環の中でやはり森が育つことによって二酸化炭素これを固定化をして逆に酸素をどんどん出していくあるいは水がどんどん今枯れてくるとこうしたものを逆に保水性を持たせる、まあ、こうすることによっていい環境の循環が起こることによって 地球温暖化を少ししででもも止めるるるこことががきるこれにによってて農業に対してもいい影響があ,る、まあ例えば昔から日本はことわざでねいい言葉がこうずっと言われてきてなかなか今回のカーボンオフセットについてもなかなか難しい分かりづらいあるいは環境活動といったものもすぐに見えないということはあるんですが。 風がが吹けばおけやが儲かるっていうね昔から言葉があってこれだけを聞くと「風が吹いたらどうして桶屋さんが儲かるんだろう」ってこれもいろいろなこう話をその中の言い伝えをずっと分析していくとああ循環していくんだそして回り回って結局は自分のとこに来るんだ。またもう一つ言言える言葉が 情けは人のためならずっていう言葉これも昔からずっと言われてきてるんですが今特に若い人たちあるいは中年ぐらいの人たちもそうなんですがこれ違うように捉えちゃうんですね人に情けをかけるとその人にためにならないから厳しく言ってあげるんだ愛の無知だって。いやこれ違うんですよね人に情けをかける当面自分の近いところにかけることによってその人が感謝の念を持って 情けを受けた人に返すんではなくてまた次の人に必要とする次の人にそれをかけるこの情けのいい循環がずっと回って今度は一番最初に情けをかけた人が困った時にパッと見知らぬ人が助けてくれるとこれがまさに情けは人のためならず結果として回り回って自分のためになるんですよこうしたことなんですよね。 これも全く同じ意味を表していまして実は日本では昔からそうした人の輪循環そして回り回ってっていうことはねずーっと言い伝えられあらゆる活動に実はこれが出てたんですねつまり自分一人で何も事業にしてもさまざまな点も成し得るものではなくて多くの皆さん方との協調の輪によって出来上がっていくまさにこの地球温暖化対策その中の具体的な手法の一つであるカーボンオフセット これはまさにこの2つの昔からの言い伝えがぴったり当てはまるものでこれはもうそれぞれ森マモクラブ皆様方から言われたそれぞれの取り組みあるいは狙い目標といったものがまさにそれを表しているところでありましてね是非皆様方にはこうした具体的な取り組みそしてこれが 結果として地球温暖化対策につながりその地球温暖化対策を進める脱炭素社会が結果としてそれぞれの皆様方のためになるんだこういった形をね我々行政としてもより県民の皆さん方に広めていくこれが脱炭素社会この名を付した全国初の条例の大きな理念の一つでもありますのでぜひ皆さん方とともにこの脱炭素社会 この推進をともに輪を広げていく県民総活動、こうした場にできればと考えておりますので、ぜひこれからも実践とご協力をよろしくお願いを申し上げまして、輝け徳島わくわくトーク意見交換会のまとめとさせていただきます。本日は本日当にどうううもあありりががととごござざいいままししたた 以上で加賀屋け徳島ワクワクトークを終了させていただきます。皆様ありがとうございました。